前田昌宏さんの作品、色絵金銀彩面取り鉢です。色絵金銀彩が日本に導入されたのは17世紀、京焼の祖と呼ばれた野々村仁清が完成させました。蒔絵のような華やかさが特徴です。フクロウ、鳥などのモチーフをデザイン化した文様とモダンな色調、前田昌宏さんの作品はこれまでの色絵金銀彩とは全く異なる世界を提示しています。前田昌宏さんは1948年生まれ。横浜の工場の2階を改造し、工房として使っています。これは器を引いた後、土を削り取る面取り。丸い鉢に比べ、模様に変化をつけやすくなります。最近、前田さんは面取りの作品を好んで作っています。前田さんの絵付けの特徴は、磁器独特の真っ白の肌をわざと見せないで全面塗りつぶすこと。乾かないうちにすべて塗り終えないと釉薬が剥がれてしまうので一気に仕上げます。これを焼き、もう一度重ね塗りします。ムラが大ムラで重ねてやるんです。均一にベタッとならないように、まあムラムラですよね。二度目の窯焼きが終わりました。この器にマスキングテープを貼っていきます。こうすることで上から塗る色が赤い地肌に付着しないようにするのです。そのテープの上から銀を打っていきます。刷毛で叩くように銀を重ね、わざとムラを作っていくのが前田流です。そして残りの3面に黒を塗っていきます。色の上に色を重ねることで絵画のような深い風合いを醸し出していくのです。爪楊枝で黒の上から引っかき、模様をつけていきます。デザイン化されたサボテンが現れてきました。針を使ってトゲや筋も描きます。深い色の中に軽やかなモチーフがリズミカルに配置されました。赤坂に前田さんがよく訪れるギャラリーがあります。30年前、前田さんはここからデビューしました。
これは当時の作品です。なんか新鮮ですね。ウイウイシーというか、ね、いや技法は変わってきてますけど中身は変わってないみたいですね。ただもううちらの仕事ってもう技術がなきゃ表現できないもんですから、だからその時の知ってる精一杯が30年前これだったんですよね。以来前田さんは一貫してこれまでの金銀祭にはないユニークな作品作りに挑んできました。前田さんの作品の特徴は月やフクロウなどそのモチーフにあります。数年前、前田さんの器の下絵に興味を持ったレストランから依頼を受け絵を描きました。開店以来ここでは前田さんの器を使っています。前田さんの作った大皿に料理が盛り付けられていきます。本焼きからすでに4度釜をくぐった器が最後の工程に入りました。細い筆で金を入れます。模様を縁取る金の彩りがモダンなデザインに和風の華やかさを添えていきます。伝統的な色調や図柄から解き放たれ軽やかに飛翔する前田昌宏の金銀祭モダニズム。軽やかに楽しげに色鮮やかに都会的な輝きを放ちます。